感謝イベントという形でですね、イベントをさせていただきたいと思います。その時にですね、また新キャストや新しいキャラクターなどの発表なんかもあるかもしれませんので、まあそちらの方も楽しみにしておいてください。みんなキャストの方もですね、目から、涙がですねちらほら見えてますけれども、ファンの皆様の方にですね、これが、宝石となって心の中に残ることを期待しております。それでは本日は本当にどうもありがとうございました。のミュージカルの最後にドラキュラの姿をした方が出てきまして、それはどういうことなのかということが夏に続きますので、夏の方も公演見に来てください。夏は、完全新作品ということなので、私も気持ちを新たにとっても頑張りますのでよろしくお願いします。夏休みはここサンシャイン劇場でまた会いましょう。それまでの間さようなら。一度は客席も明るくなって本当はここまでの予定だったんですが、おっとびっくり、選手もスタッフも大慌てです。僕も楽屋に帰ってしまうところでした。笠原がいなかったような。おっと今頃登場、横切りました。間に合いませんでした、笠原くんでした。というわけでお送りしましたのは千秋楽スペシャルでした。さて次回作は一体どんな展開になるのでしょうか。私望月歌は初演以来初めてお休みをいただきます。ですがトランシルバニアに住む私の娘がてんてんと、ここからは夏公演見てのお楽しみって、これだけでは終わりませんよ。続特典おまけ映像だ。公式ガイドビデオでお見せしてないところを中心にちょっと、3代目セーラームーン神戸みゆきちゃんの記者発表シーン。3代目新セーラームーン役の神戸みゆきです。お願いします。はい、まあ、じゃあこれね、これは顔合わせと本読みです。この度3代目新セーラームーンに選ばれました神戸みゆき15歳です。本当に今とても緊張してるんで、読み合わせはしっかりちゃうかもしれないんですけれども、これからどんどん頑張っていくので皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなは何やってたのよ。これはスチール撮影の時の一コマ。皆さんが目にされるポスターやパンフレット用の写真を撮っている時です。大勢のスタッフに囲まれてますね。
全身展開アップからでいい。じゃあ行くよ。ちょっと明るいバージョンね、最初。これは11月に行われたファン感謝イベントより撮影会です、ね、これを楽しみに来てる人がたくさんいるようです。いっぱい撮ってくださいね。お名前を教えてください。これはまたまたちびうさですのダンスコンテストに出てくれたちびっ子たちですね。何歳ですか？うん、足かゆいのかな。質問コーナーですね。覚えてくれましたか？いいですか？違う名前がいいですか？あ、すいません。